1981年シェープ名誉英兵はメジエールの最高司令部連合軍ヨーロッパを訪問した際にボードアン一世に送られました。メジエール、シェープ加盟国の旗、ロジャース将軍はベルギーのボードアンを国軍の代表者とベルギー憲兵隊の全国代表者にシェープに提示しました。欧州連合軍最高司令部は北。 大西洋条約機構の軍事部門のヨーロッパ大陸における最上級司令部。ベルギーモンス郊外の北にあるカス島付近に司令部施設が所在している。1951年に設立され、欧州戦域を統括する総司令部として機能した。その後、2003年に欧州連合軍最高司令部は作戦連合軍の指揮部門として改編され、 世界規模での連合作戦を可能とした。活動範囲は拡大したが法的理由のため欧州を冠した伝統的名称はそのままであった。1950年代初頭にアメリカ軍人がアメリカ欧州軍司令官と欧州連合軍最高司令官を兼務する決定については、NATO 諸国、特にアメリカ合衆国とイギリスの間で議論が生じている。朝鮮戦争の勃発は、 ヨーロッパ防衛におけるソビエト連邦による攻撃の問題を提起するきっかけとなり欧州連合軍が設立されることになる。初代最高司令官には第二次世界大戦における対独戦でノルマンディ上陸作戦とその後の進撃で功績を上げ人気のあったドワイト・ D ・アイゼンハワーが選ばれた。1950年12月19日に北大西洋条約機構理事会は 最初の最高司令官として、アイゼンハワー将軍の指名を発表する。バーナード・モント・ゴメリー元帥は、副最高司令官に着任するため、西欧防衛機関の職を公認者に譲り、1958年まで副最高司令官を務めた。1951年1月1日に、パリに到着後すぐに、アイゼンハワー将軍は、欧州連合軍の新組織を考案する。 立案者小グループを組織した立ちに職務に取り掛かった。高級的施設はパリ郊外西のキャンプボルゾーに置かれ、建設中はオテルアストリアパリで活動していた。1950年12月にはアメリカ陸軍第7機構士団、イギリス陸軍ライン軍団と第7機構士団及び第11機構士団、さらに不評士団が中毒、中央フランス軍から3個士団、 西ドイツ中流独立ノルウェー旅団、デンマーク部隊、ベルギー部隊、トリエステ及びベルリン中流米英軍が、アイゼンハワー将軍の指揮下に置かれた。アイゼンハワーのパル到着後4日目の1月5日には、イタリア国防大臣、ランドルホパッチャールディと会談し、イタリア陸軍3個師団を、大西洋軍への最初の貢献として提供され、アイゼンハワーの指揮下として受け入る。 1951年4月2日、アイゼンハワー将軍は欧州連合軍最高司令部の歌舞伎校である欧州連合軍の稼働命令書に署名する。同日、欧州連合軍令下に北部連合軍と中央連合軍を稼働させる。続いて6月には南部連合軍が稼働する。1954年までに欧州連合軍は北部欧州連合軍、 中央欧州連合軍、南部欧州連合軍、地中海連合軍が組織された。1952年5月当時の欧州連合軍最高司令部に並列する組織としては、大西洋連合軍最高司令部、海峡連合軍司令部、米、勝域計画産業部会がある。当初の計画では、ソ連及び衛星諸国は NATO より優位性を確保できると確信したならば、 優勢な地上部隊をもって進行してくると評価した。このように規定された内容の政策文章が軍事委員会が作成した MC14-1 であった。1956年時点を想定した戦略指針明記した MC14-1 を1952年12月9日に採択した。一連の行動をライン側とホランセアイセル側沿いに防衛線を確立するため、 西ドイツ国内の多くは地帯行動で一時放棄される。戦略連合空軍によるソ連と衛星国の経済産業基盤を破壊する間、通常戦力はこの線を維持するとされた。1962年2月に採用した柔軟反応戦略の下で通常戦力の増強に着手した。1963年9月に軍事委員会は、 m c 1 0 1を作成する。これは通常戦力を核対応に転じるまでの仕掛け戦としての役割が否定された。これにより大量報復戦略への依存も否定された。最終的には欧州連合軍最高司令部はアメリカの統制計画の下でで全てのイギリスの戦略型原子力潜水艦が割り当てられ約7000発の戦術核兵器がヨーロッパに配備にされた。 欧州連合軍の歴史の中で最も重要な事件はフランスの NATO 軍事機構からの脱退であった。これによりフランス国内に置かれていた NATO 機関は移転を余儀なくされた。1966年2月、シャルルド・ゴール大統領は英米主導の指揮権の独占構造を拒絶する、声明をする。その後まもなくフランスは軍事機構からの脱退を明らかにし、 1967年4月までにフランス国内から NATO 関連施設は退去する必要に迫られた。そしてベルギーは NATO 政治機構及び連合軍最高司令部の受け入れ国となった。当時の最高司令官であったライマン・レムニッツァー将軍は最高司令部施設を NATO 本部の近くに設置することを望んだ。しかしベルギー当局は司令部施設は戦時には 最重要目標となるためブリュッセルから少なくとも5 0トル離れた場所に設置するように決定した。このためベルギー政府はカストー中トンチを提供した。そして1967年3月30日にパリ郊外ロカンクールの司令部施設は閉鎖され、翌日にはカストーの新司令部の開設式典が挙行された。イギリス地中海艦隊の縮小は 政治的及び軍事的問題に絡み、さらにフランスの脱退により組織の再編成を余儀なくされた。1967年6月5日に地中海連合軍は解散される。代わりにナポリに所在する南部欧州連合軍に割り当てられた。ベルギーモンスに設けられた新司令部に新任の最高司令官が着任したため国際的な注目を集める。課中の人物は リチャード・ニクソン大統領の大統領主席補佐官を務めていたアレクサンダー・ヘイグである。ウォーターゲート事件の大詰めを迎えつつある中での急遽の就任であったためである。1979年6月25日には、モンスでドイツ赤軍による暗殺未遂事件が起きたが、ヘイグは何を逃れた。ヘイグの後継には、陸軍参謀総長を務めたバーナード・ロジャーズが着任した。 ロジャースが選出された際に欧州加盟国は若干の抗議を行った。二つある連合軍司令部の一つ、NATO の最高司令部として機能している。もう一つは変革連合軍司令部。下部組織構造としては大きく三つに分かれる。2003年と2006年に主に陸上部隊の遠隔地展開能力と柔軟性の改善を目的に、 NATO に新部門が設立された。新部門は北大西洋条約機構速大部隊の下で6つ設立され、これ以外に海軍司令部3つが含まれる。他にはアメリカ合衆国とフランスが発出する2つの海軍司令部が組織に含まれる。北東多国籍軍団司令部はポーランドのシチェチンに置かれ、なとう2004年には 以下の高水準即応部隊司令部が設立された。北、大西洋条約機構海上打撃、支援部隊は、ナト o 部隊の一部として、イタリアがエータを母校をする、第六艦隊の指揮下に置かれる。北、大西洋条約機構海軍打撃、支援部隊は、最終的に、フランス海軍軍人の指揮下になる。最初は、R、R-91 シャルルドゴールに、次に、 L9013 ミストラル艦上に司令部が置かれた。アイスランド司令官は連合作戦司令部の文献隊として残される。連合潜水艦司令部は NATO 式拠点として機能し、大西洋艦隊潜水艦部隊司令官が存在する。他に特殊作戦調整センターと情報提携センターも新たに設けられる。より高機能の来た。 大西洋条約機構即応部隊が確立したため、欧州連合軍機動部隊は2002年10月31日に解散された。連合軍司令部には以下の常設部隊が追加された。ABC 金子、ナト t o 北、大西洋条約機構の研究。ありがとうございます。